平井寺は中華人民共和国関東省清支援市、清城,城区にある仏教寺院。現存する寺は1997年以降に再建されたものである。南朝張の普通元年、永戦軍出身の佐田都禅寺と霊母屋禅寺により創建された。南朝張の武帝から取徳の額を賜り、当時は取徳寺と称した。新代の後期年間の 新縁剣士に、後慶寺とは、新縁教さんの平井寺のことであり、寮の普通年間に、貞田都禅寺の建てたものであるとあり、県隆年間の甲州府史師団、次官府に、後慶寺とは、新縁教の平井寺のことであり、寮の武帝の普通2年に、新春禅寺の建てたものであると記されている。達馬は、武帝の誘いで、健康に上京したが、途中で平井寺で仏法を抗議した。 法径の乱の時、大使中度練の高僧は、甲州に避難し、雨の中をヘテ助教の寺院を遊覧したと、定助教府に書いている。隋の時、高僧僧が従事した。唐の技法2年、江能が甲州から北上して宗径だから早寺に、向かったが、途中で平井寺の、ダルマ団教席を参拝して、全州を降雪した。経営文年間、平井全巨寺と解消した。 またの名は、光慶寺、あるいは海山寺という、観音閣、天皇台、斜里島、北条邸を増築した。元那十四年、関与が長州に左遷され、途中に、ぐーふーにあって、平井寺のほとりに船を止めると、増別元十八強律を書いた。北宗の皇帝年間、神宗から、光慶前寺の名を賜った。三角湖湖ら、全神閣。 津々木緑県を増築した。続ぎ余願年、祖職が慶州に左遷され、元不三年冬に期待帰ったが、前後2回にわたって平地を遊覧し、多くの死を書いた。その中でも、海山寺は、最も著名である。大寒2年、三脚の二井寺が修築された。南宋の京帝5年、南宋の李州から、海山平井高喜び前寺の期待を賜った。 元の天略2年、次僧は山上の九寺を修復し、三脚の井寺を拡張した。平井寺、秋代の後部年間、廃膀、19福地を増築した。後部24年、中高寺、善林寺、招き教寺を、九州合併した。火星30年5月1日、深淵で大水害が起こり、愚共山が崩れ、平井寺は破壊された。 海水は万歴年間に平井寺かつての風営で山を表した。万歴35年4月5日、激しい雷雨の後、寺の多くのところが崩れ、平井寺主要建築、緑雲楼、関壁道、時計台、円通殿、山門、僧帽、クリアヤー帽皆が押し流された。万歴43年、平井寺再び洪水に見舞われた。新の後期元年、堂、天 ニ井デラフ首ツ郎、空老、僧舎、三門を増築した。平井寺カイ当臨寺の仏堂、老部を修復した。後期52年に大規模な再建によって、大雄宝殿、宝城楼、観音堂の六祖堂、伊田殿に再建されており、近芝居は宮廷を重修した。陽性初年、三門、伊田殿、西道、客道を混流した。建年間、 円米が退官後に、峰南を有歴し、平井寺で、非戦帝記と非戦帝歌を書いた。建立57年4月5日、大雨によって川の水が氾濫し、平井寺の仏殿や山門が洪水に押し倒された。中華民国4年、大水害により、平井寺の頭門、妙光堂などが流された。1978年11月18日、 新縁県人民政府は寺院を研究分物保護単位に認定した。1987年、関東省人民政府は寺院を小級重点分物保護単位に認定した。1982年5月12日、北港の洪水氾濫のため、平井寺の仏殿や伊田殿などが被害を受けた。1994年6月17日から22日に起きた集中豪雨により、 北港の水が氾濫し、平井寺の前蓮、客道、再道、奏者が1.5メートルの水に浸かった。前蓮の弥勒物、伊田菩薩、四大天皇像は、洪水によって破壊された。1997年5月8日、平井寺は土石流に飲まれ、11人の僧と2人の労働者が、行方不明になった。同年12月28日、寺院の再建が始まった。 2004年6月16日に竣工した。現存した平井寺は1997年に再建した建物で面積は約4000平方メートルである。北曹の詩人の祖職の詩、海山寺に曰く。ありがとうございます。